スマートフォンを使って盗撮しているのではないかという人物がいる。先月、広島県警鉄道警察隊に入ってきた、そんな情報。動いたのは、盗撮や痴漢などの犯罪を取り締まる県警人身安全対策課。子どもと女性の犯罪被害の対策をメインにやっております。声かけをした男を突き止めて注意をしたり、犯罪の及ぶようであれば検挙したりということをやっております。防犯カメラの操作などから怪しい男を割り出し、使っている駅や時間帯などを調べ、行動パターンを確認します。そして出動。午後5時半、捜査員は JR 横川駅に集まっていました。めっちゃ多いですよね、人が。ホームは仕事を終えた人や学校帰りの学生でごった返しています。捜査員が乗り込んだ車内は満員です。どこから来るかはちょっと特定できてないので、乗り換えで来る可能性もあるし、はい、改札通過してくる可能性もあるって。多くの人がスマートフォンに目を落とす中、何やらしきりに周囲を見回している男が。男は黒髪の短髪で、白い襟付きのワイシャツにベージュ色のチノパンを履き、黒いリュックを背負っています。この男がまさに情報提供があった人物でした。そして男はある駅で下車します。その時です。後ろから尾行していた捜査員が声をかけました。警察なんで、ちょっと電車の中で、何しよったか教えて。あ、スマホはいい。何の写真？ちょっと話しようね。ちょっとまず写真見せて。消してないよね。男は若く20代ぐらいに見えます。それどこで撮った？横川だよ。他には？電車の中で。警察の見立てによると、男の手口はこうだと言います。まず黒のリュックを地面に置き、中から何か物を取り出すふりをする。そして財布のようなもので携帯の本体を隠し、レンズを覗かせた状態でスカートを撮影していた可能性があるということです。いつからこういうことしよる？結構しておる。結構しておる。ここで話するのもあれだけで、ちょっと警察署で話聞かせてみよう。警察によると、その後の取り調べで男のスマホからは複数の女性の下着が写った写真などが見つかったということです。警察は県の迷惑防止条例での立件を視野に男の捜査を続けています。こうした犯罪から身を守るにはどうすればよいのか。警察はあるスマホアプリを PR しています。県警でやっております、オトモポリスで情報発信をしております。県警が提供しているスマホアプリオトモポリス、犯罪や前兆事案が発生するとその情報がアップロードされます。そのため身の回りで起きている犯罪の情報をすぐに受け取ることができます。署から発生状況が本部に届きますので、それを精査して情報発信できるものはして、で発信内容も文書考えてで出しております。特に発信する文章にはこだわっています。昔は本当簡単に触られたよっていうのしか出しおらんかったんですけど、ただ一般の人からの話で電話があってですね、あれこれじゃわからんじゃないかっていうのがあったんですよ。その時の状況が少しでも浮かぶような文章を作っとるつもりです。
ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。